これは知ってる人もいると思いますが、レゴの 911GT3RS です。買った商品の箱と比べてみるとそっくりなんですが、レゴがよほど好きな人は違いが見つけられると思います。その違いについて説明していきたいと思います。まず、外側の、違いについていきたいと思います。まず一番最初に変えたのは、ライトです。箱の方の、ライトは少しライトの位置が上にあって、ライトの下に黒い大きな空間ができてしまってかっこ悪いです。本物もこんな風にはなっていません。僕はそこがあまり気に食わなかったので、ライトの位置を少しずらして本物のポルシェっぽくしました。そこがまず1番目です。次にワイパーをつけました。ワイパーがついていると、今どの車も車っぽく見えると思います。ワイパーのついてない車は今ほとんどないと思います。このポルシェにもワイパーがついています。あとは後ろの方になります。箱の方には後ろの、写真がないので、あるある、箱にも後ろの方の写真があったので、これで比べてみたいと思います。まず変えたところはマフラーです。箱の方は真っ暗で何にも見えないんですが、マフラーを少し太くして、力強さを出しました。あとは隙間を少し埋めたことです。箱の方では写真が黒くなっててよく見えないんですが、この反射鏡の、隙間を後ろに同じような部品を入れてうまく、消しました。参考にしてみてください。あと他にも、隙間を埋めたところがいくつかあります。この、エンジンの隙間のところに丸い部品を入れて隙間を少し減らしたこと、ドアミラーの前のこの部分に隙間があったので、ここに部品を入れました、そうすると、部品が足りなくなってしまったので、ミラーにはこのシール付きのちょっとかっこいいミラーをつけました。内装に移る前にエンジンの方へ行きたいと思います。ポルシェ好きの人はよくわかると思いますが、ポルシェのエンジンはこんな感じで中が全く見えません。もともと説明書通り組み立てるとこんな感じで、全くポルシェ感も出てませんし、かっこ悪いです。そんなところを僕が自主的に改造してポルシェエンジンにしてしまいました。この方がかっこいいと思います。下は特に変えてないんですが、前のタイヤの付近を少し変えました。この中のトランクを広くしたので、その分この中のシャーシの部分が変わったということです。今バッグのポルシェバッグが2つぐらい入る広さになっています。このハンドルの位置を、少し奥に出して、この下にあったシャフトのようなものを取りました。暗くて全くわからないですね。それとあと、メーターの部分を少し、間に部品を入れて隙間をなくしました。それから、内装に入っていきます。シフトの動かすところに隙間ができていたので、そこの隙間を取りました。あとはエアコンのスイッチを少しつけました。この下の方にあるこの丸いのが、これです。これがエアコンのスイッチです。あとはこのグローブボックスの中身を少し広くしました。ここは見せるまででもありません。自分で、ポルシェ 911GT3RS の売ってるレゴ版を、自分で改造してみました。ぜひ参考にしてみてください。これで終わります。